随分待たしてくれるじゃねえか。偉くなったもんだな、おう、キリュウ。申し訳ありません、クゼの兄貴。こんな昼間から東島組の幹部がガン首揃えてお前を呼び出した理由、わかるよな。カムロ町で見つかった死体の件ですが、やっぱりてめえか。こりゃゴルどころじゃなくなっちまったな。ねえクゼの兄貴、お前に取り立てを頼んだ金貸しから組に連絡があってな。金貸し、東郷クレジットの社長だ。あの社長に頼まれて仇ぶっ殺したのはおめえだろ。もっともあいつは自分のせいじゃねえって早速逃げ打ってやがったかな。たかが30万程度の小銭の取り立てで本職を下手打つとも思っていなかっただろうからな。ちんけな金貸しとはいえ同情するぜ。まあそんなことはどうでもいい。理由がどうあれ仇をやっちまったっつうことはどう幕を引くか。だがちょっと待ってください。俺はジタバタすんじゃねえ。安心しろ、仇ったって相手も借金まみれのクズだ。臭い飯7、8年食えばこたぁ収まる。俺に捕まれたなあ。殺しの方はそれでお上と手打ちするとして、それより問題はあの場所からどう人目をそらすかだが。そうだな。面倒なことをしてくれたもんだ。あの場所ってどういう意味すか。とぼけんじゃねえわ。おめえが死体を捨ててった場所だ。おいゲリア、おめえよりによってなんであの場所でやったんだ。え、まさか風間の頭の指示ってわけじゃねえよな。おやっさんの指示ってなんでおやっさんの名前が出てくるんすか。聞かれたことだけに答えろ。なんであの場所を選んだ。
頭の指示やねえのか。え？それに茶花はどこで手に入れた？それも頭から渡されたのか。茶花、一体何の話をしてるんですか。俺は銃なんか持ってません。この後に及んでしらを切るつもりってか。見つかった死体は痛めつけられた後、とどめに頭を打たれていた。殺はまだ公表してねえかな。本当ですか、その話。だったら死体転がしたのは俺じゃありません。俺は素手で奴を殴っただけです。本当です。もしその話が本当だとしたら、お前は誰かにはめられたってことになる。そうだな。はい、間違っても俺は銃を撃ったりはしていませんと言ってるが、どうしますか。嘘に決まってんだろ。たく荒げしやがって。てめえみたいな下っ端はめて誰が得するってんだ。おう、キリ、もう一度聞くぞ。なんでわざわざあの場所で騒ぎを起こしたんだ。金貸しからの指示だったんです。あの場所に相手を呼び出すから、少し痛い目に遭わせてから金を取り立ててくれって。今言ったこと間違いねえな。ええ、どうやら金貸しから話聞く必要がありそうだな。とはいえ、うちの組があの殺しに関係していたっていうのは事実だ。しかも場所が場所だ。このままじゃあっちの仕事に支障が出ちまう。どうするよ、クゼナ兄貴。答えは一つだろう。何が何だか分かんねえって面だな。ええ、例の死体が見つかったあの場所はな、あそこは通称空の一坪って厄介な土地なんだよ。お前ら下っ端は知らねえかもしれねえけどな、堂島組長から俺ら頭補佐の3人に命令が出てたんだ。どんな手使ってもその殻の一粒を手に入れろとな。殻の一粒、針の穴ほどの隙間もない繁華街に偶然できた一粒の空き地だ。それを親父が欲しがってる。親が欲しがるものを差し出す、それが子分の義務ってわけだ。だがその場所で仇の死体が見つかった、あの土地が世間の目を引いちゃ地上げしようにも手出しが難しくなっちまう。ほんと困った話さ。ああ、それがおやっさんとどんな関係が。あの一坪にはな、別の意味もあってな。堂島の親父に差し出したやつにはとっておきの褒美が用意されてる。褒美？おう、不在の風間の頭の後、堂島組次期若頭のポストだ。つまりあの土地は俺ら頭補佐にとってただの一坪じゃねえってことだ。まあ最初はてっきり風間の頭とつながってるお前が俺らの邪魔するためにやったのかと思ってたが、その顔色じゃ何にも知りませんでしたっ
って感じだな。ちょっと待ってください。それじゃ風間のおやっさんは、おやっさんはどうなるんです。さあな。だが組の一大臣に無所にいるようじゃ頭は務まんねえだろ。おまけにだ、ガキの頃から育ててきた可愛い子分が理由はどうあれ仇をぶち殺しまったとあっちゃ、きっちりけじめつけねえとな。おやっさんは関係ない。それで俺も殺しはやっていません。そういうことは殺に言え。つってもヤクザの言い分聞くほど連中も暇じゃねえだろうな。殺には今日中に実施しろよ。それと円骨めどけや。お前も極道なら組長に挨拶しとかねえと筋が通らねえぞ。
なあ。おい。なあ。Yes. そうだな。うん。おい。お？イエーイ。
いらっしゃいませ。おお。ありがとうございました。
俺が来るのは宣告承知ってわけか。道島組の桐生一馬だ。どこクレジットの社長に俺をはめた礼を言いに来た。うちの社長はあんたに会う気はありませんよ、桐生さん。じゃあお前ら半殺しにして会う気にさせてやる。この人数相手にあんた一人でか。ああ、こっちはいい加減爆発しそうになってんだ。さっさと道上げねえか、チンプレー。信じられねえ。まさかここまでたどり着くかよ。あとはあんただけだ、社長。じっくり話を聞かせてもらう。話？何の話だ。今さらとぼけだって時間の無駄だ。なぜ俺をはめた。あんたの目的は何だ。おい、近づくな。わかった、全部話す。だからちょっと待ってくれ。俺はあんたをはめる気なんてなかった。ただ人から頼まれた通りに動いただけだよ。あんたにあの場所で取り立てさせるようにって。そいつを頼んだのは誰だ。その人は、あ、クゼの兄貴。まさかあんたが俺を。何の話だねえ、社長さん。キリュウ、お前何やってんだ。あ、殺に実施量に言ったはずだろう。寝ぼけたことやったんじゃねえぞ。ああ、やっぱちょっとなまってんな。現役の頃はガキのしつけなんざ一発で済んだんだがよ。社長さん、ちょっと外してもらえませんか。この若いのに説教しねえとなんねえもんでね。ごゆっくり。
うめえぞ、それ。いい機会だ。お前とは一度腹割って話してえと思ってたからよ。おめえと錦山は孤児なんだってな。風間の頭がやってる施設の出なんだろう。確かひまわりとかいう養護施設だ。極道なんてまともに育ったやつの方が少ねえ。孤児だからって恥じる必要はねえぞ。ただな、風間の頭もえげつねえ真似をするよな。どういう意味ですか。拾ってきたガキに育てた恩着せてよ。今じゃ立派にあの人の玉よけになってるじゃねえか。おめえと錦山、頭のためなら命も惜しくねえってよ。こういうの洗脳っていうのか。そろそろ本題に入ってもらえませんか、クゼの兄貴。あんたの話はさっぱり先が見えねえ。キリュウ、お前風間の頭をスパイしろ。何？殻の一粒の話はしたな。それさえ手にすりゃ俺が次の若頭、堂島組の跡目を。だがそのために必要なあの土地のある情報ってやつを檻の中の頭が握ってやがる。ある情報。ああ、お前そいつを頭から探り出せ。うまくやりゃ組での将来を俺が約束してやる。あの人はまさかお前に裏切られるとは思ってねえからな。構成員25,000の登場会、その直系堂島組でのし上がったとなるや大した出世だ。それに例の殺しの真犯人も渡してやる。やっぱりあんたが俺をはめたんだな。さあな。ただこの話を蹴りゃおめえは確実に無所行きだ。俺につくか、もう先のねえ風間につくか、好きな方を選べ。だが返事は今だ。この場でしろ。クセな兄貴。なんだ。あんた賢いつもりで立ち回ってるんだろうが、全然器じゃねえよ。何？俺のこともおやっさんのことも、あんた何も分かっちゃいねえ。ガキ、この俺を敵に回すのか。本当にその覚悟があんだろうな。覚悟ならありますよ。それが極道ってもんでしょうか。
しもし、桐生だな。錦山だ。ああ、やっぱりお前からの呼び出しだったんだな、錦。お前今どこにいる？風間組の事務所が天下一通りの。風間組？なんでお前そんなとこに？今柏木さんと会って話してる。なんかいい知恵貸してもらおうと思ってよ。なんせ柏木さんはあの風間のおやすさんの片腕だ。なるほどな。それよりお前の方はどうだったんだ？もう堂島組の事務所からはとっくに出てるんだろう。ああ、だがいろいろあった。いろいろ？そいつは直接会ってから話す。わかった。なら俺は柏木さんと風間組で待ってるからすぐ来てくれ。実はな、お前も柏木さんの話を聞いといた方が良さそうなんだ。お前、空の一坪って聞いたことあるか？クゼの兄貴からさっき聞かされたばかりだ。どうやら柏木さんは何もかもお見通しらしいな。俺もすぐそっちに向かう。気に食わねえ。何なんだ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
らっしゃいませ。食ったな。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。なんという味だ。ありがとうございました。ありがとうございました。なんという味だ。ありがとうございました。おお、俺らに金貸してくんない？すみません、勘弁してください。よう、そこで何？おお、待って。
らっしゃいませ。ありがとう。見てるとよ、腹立ってくんだよ。よう、そこで何してんだ。殺すぞ。目障り。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございます。ありがとうございました。いらっしゃいませ。
ありがとうございました。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。食ったな。ありがとうございました。いらっしゃいませ。おお、ありがとうございました。あいつは、
こう。よう、キリュウ、早かったな。すいません、柏木さん。お手間かけさせるような真似しちまって。あの。よく見なさん。はい。よく無事だったな。お前が本家から呼び出されたってとこまでは錦山から聞いてる。そっから先何があったか大方予想がつく。久瀬のおじきあたりが風間を裏切れとでも言ってきたんじゃねえか。ええ、そうです。どういうことなんです。空の一つぼで桐生が死なせたっていう死体は銃で殺されていた。もちろんこいつがそんなことするわけがねえ。つまり誰かにはめられたんだ。たはそれもっと早く言ってくださいよ。俺はもう本当に兄弟が人殺しになっちまったのかと。錦、面倒なことになったな桐生。とにかく久瀬と何があったか全部話せ。なるほど。つまり若頭補佐の三人衆が頭の座を争ってるってわけだ。風間の親父がいないのをいいことにな。冗談じゃねえ。親父さん以外に堂島の頭が務まるかよ。落ち着け、錦山。それより久瀬の話に出た空の一つぼだ。お前らが知ってるのはほんの触りだけだな。柏木さんは詳しくご存知なんすか。ああ、まず今カムロ町のある一帯に大規模な再開発計画があってな、堂島組の例の若頭補佐3人が食い争うように地上げをしてる。それなら聞いてます。権利者バラバラの土地に根こそぎ買い漁ってるって。そいつをまとめ上げてでかく転売する腹でしょ。そうだ。だがその中にどうやっても手に入れられねえたった一坪ばかりの更地があるんだよ。それが空の一坪。ああ、そいつは最近になって一帯の地上げが8割方終わろうって時に見つかった土地でな。厄介なもんで再開発用地のど真ん中にある。そこが手に入らん限りいくら周りの土地まとめても売り物にならねえ。そんなからくりがあったのか。ところでその一つをまだ誰も手に入れてないんですか。所有者が行方不明らしい。もし今出てくりゃ10億って値になってんだがな。10億、たった一坪の土地が。ああ、空の一坪が欠けりゃ再開発自体がひっくり返る。だが堂島組は周り一帯の地上げにもう100億以上突っ込んでんだ。一坪10億だろうが今さら引けやしねえ。クゼはその土地を手に入れるのに必要なある情報を風間のおやすさんが握ってると言っていました。風間のおやすさんの持ってる情報って何です。いや、わからねえ。俺も初耳だ。でもやっぱり姿消している土地の所有者に関係することでしょうね。何にしてもクゼはその情報をおやっさんから探らせるために桐生をはめたってわけか。ああ、
そのために人一人殺してまでな。おめえら今の状況わかるか。桐生は当然として追い詰められてんのは風間の親父も同じだ。桐生が仇殺したってことで冒険人の親父もけじめを迫られる。その上久瀬が空の一つぼ手にして若頭になってみろ。奴は親父を必ず組から追い出す。組から追い出す。まさか堂島組の波紋もあり得ると。ああ、親父も無所にいる以上今は何も手が打てねえ。あのおやさんが破門？破門された極道の末路は言わなくてもわかるな。一度上までのし上がった後で底辺の屈辱に耐えられる人間は少ねえ。自殺したホームレスに元極道って肩書きがついてるのは珍しい話じゃない。でも桐生は実際殺しはやってないんです。こいつの疑いさえ晴らしゃ親父さんも破門にはならねえはずでしょう。疑いを晴らすには真犯人を抑える必要がある。そうだ。だが久瀬が真犯人を握ってる以上手は出せん。相手は堂島組の幹部だ。この世界で上に噛みつくことは何があっても許されねえ。でもこのままじゃ桐生は無所にぶち込まれるんですよ。俺らが久瀬に手を出せば風間の親父は余計立場が悪くなる。その時点で波紋は確実になるな。だったらどうすりゃいいんですか。俺たちは柏木さん。ああ、とりあえず俺の濡れ衣も空の一つぼも後回した。今とにかく俺はおやっさんを守るために動きます。何かいい手があるのか。ええ、俺の不始末は俺一人でけじめつけます。おやっさんに責任がいかないようにするにはもうこの手しか残ってねえ。一人でけじめつけるって何する気だ桐生。俺は今日限り堂島組を抜ける。杯返して極道から足を洗う。桐生、お前、今回の一件とにかく俺一人の責任としてケリをつけるんだ。その後クゼを捕まえて真犯人の居場所を吐かせる。何言ってんだ。杯もらって3年そこらのヤクザが五体満足で足洗えるわけねえだろ。最悪殺されんぞ。認めたかねえけど今の堂島組仕切ってんのはクゼだ。それを袖にしたお前が組み抜けるっつってあいつが生かしとくと思うか。杯返す先はクゼじゃねえ、堂島組長だ。それにまだ殺されると決まったわけじゃねえ。車回してくれ錦、これから組の事務所に行く。ふざけんなって。お前やけになってるだけじゃねえか。うるせえ。他に手はねえんだ。このまま指くわえて見てるわけにはいかねえ。やめろ桐生。錦山の言ってることは正しい。正しいかどうかなんてどうでもいい。所詮俺は風間のおやっさんについていくために極道になっただけの半端もんです。俺の不始末でおやっさんに迷惑かけるくらいなら俺にも覚悟があります。おめえ舐めたこと言ってんじゃねえぞ。あ、俺の言うことが聞けねえのか。ああ、キリュウ。ええ、たとえ風間のおやっさんが止めたとしても俺は行きます。こんなバカ野郎。許してください柏木さん。
錦、車頼む。長い間お世話になりました。飲んでってくださいよ。